今回は角交換四間飛車の将棋をご紹介しようと思います。よろしくお願いします。角交換振り飛車。相手は早めに7四歩とついてきました。これには仕掛けますね。7二飛車には8三に角が打てるため、相手は7五の歩を助けることができません。6八に金を上がります。意味としては7八と一緒なんですけど、6八の方が玉に近いため王様が固くなります。相手は右玉にしてきました。こちらとしては持久戦にするのではなくて、どんどん攻めていきたいところです。ゆっくり7三桂と跳ねてくるかと思いましたが、角を打って積極的に攻めてきました。これにはこちらも反発していって、かなり激しいことになりそうです。角を打って相手の8二飛車を狙いに行きます。こちらの飛車はかなり狭いんですけど、9四歩には6六歩が間に合うためなかなか取られません。逆に相手の右玉はかなり受けにくいと思いますね。狙われてる飛車を逃げてきましたが、ここで手番が入ったのは大きそうです。6六歩から6筋の位を取りに行きます。こうなるとこちらが優勢ですね。6四金でもいいと思いますが、歩をついていった方が6五桂の味があるので、攻め幅が広がります。現状ではすぐに攻める必要はないので、遊んでいる銀を活用しておきます。ここもじっと力を貯めておきます。こちらからどんどん攻めるのではなくて、相手に攻めさせて反動を利用して攻めていきたいところです。これで角は取られてしまいますが、5三の地点が薄くなりました。桂成りから寄せに入ります。1分30秒。4二に合駒をしてきたら同角成りなので、相手は玉を逃げるしかありません。これでおそらく相手は受けにくいですね。5三と6三の両方に金を打つ筋が発生していますし、4六や2六に飛車を回る筋もあります。ここは7七にいる銀を活用したいところです。この銀を6八で取らせることができれば、2三に飛車がなれますね。
この桂打ちに対して2三に飛車を成ってしまうと4六桂で竜が取られてしまいます。なので5六に飛車を回る手が最善ですね。これで飛車成りが受かりません。30秒。見事じゃ。はい、今回は角交換四間飛車の将棋をご紹介しました。相手が右玉を目指してきましたが、素早く仕掛けてリードを奪うことに成功しました。ご参考になれば幸いです。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やいいねボタンよろしくお願いいたします。